はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回、高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第49弾やっていきましょう。問題が7問あると見せかけて8問あります。すいません、5番が2個あるっていうね、えー、ミスりましたが、まあ、8問あるので、1回ね、動画を止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな では、早速ね、まず一番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ほんじゃ、画面下げますので、お待ちください。ぎょ。いや、ちょっと、ね、久々の撮影なんですよね。まあ、この今投稿している時期、タイムリーに見てる方は、まあ、知ってる方もいるかもしれないんですけど。自分、息子が二人いまして。え、二人ともね、溶連菌とインフルエンザにかかるっていうダブルでね。 でやっと治って今日から保育園登園してるんですけどまあそれで10日ぐらいかな多分撮影止まってたんでまあ、久々でございますお久しぶりでございますまあ、では行きましょうでまず1番は引き算と割り算が入っておりますポイントはどっちから計算するのっていう話なんですけどまあ、計算は掛け算と割り算が基本的に先なのでここはマイナスから引きましょうかマイナス6割る3 ここまでを計算すると、これがマイナス2。つまり、マイナス9、マイナス2となるので、これ計算すると、マイナス11と。こうなります。さあ、2番ですね。で、まずこのポイントとしては、このマイナス括弧、つまりマイナスを分配法則で配る必要があります。で、マイナスちょっと配っちゃいましょうか。配ると、ここはマイナス3分の 1a で、ここもマイナスに変わりますね。配ることで。 で、あとは、A を、えっと、A がくっついてるこいつとこいつを計算。A がくっついてないこいつとこいつを計算していきますが、え3分の1と3なので、通分が必要です。3分のに合わせたいので、3を、3分の 9A と変えます。もともとが1分の3だからね。なので、3分の9引く3分の1で、3分の 8A。 プラス2とマイナス1やるとプラス1となってこれで終了です。まあ文字がくっついているものとくっついてないものは計算ができないのでお気をつけください。で珍しいですね素因数分解しなさいってなかなかあ珍しいなと思って解いてましたけど90素因数分解です。で素因数分解の書き方はおそらく先生によって違います。横にこう なんか矢印というか、だから樹形図みたいなのを枝をね、広げていく方もいると思うんですが、自分と縦にやっていく人なので、ちょっとそっちでいきますね。90を書きます。では、分数の反対みたいなマークを書いて、これをできるだけ小さい数で割っていきます。小さい素数でね、割っていくんですが、まず2からいきましょう。2で割ると、その答えが45。次、2で割れないんで3ですね。素数3でいくと、割ると15。もう一回3で割れます。そうすると5。で、ここの小の部分。 2、に素数が出てきたら終了です。今5が素数なんでこれで終了。で、書くのはこの横と下のこの部分に出てきた数字。で、それを全部掛け算でつなぎます。2×3×3×5 になるんですが、書き方としては 2×3 が2つなので3の2乗です5。×5 と書いてこれで正解となります。 これをと書くとになるのでお気を付けくださいで、で次は計算です、ね、でまあ自分よくねルートが中身出せるんだったら出してくれという話をします。まあ、ルート8がこれ2ルート2に直せるんですけどこれまあどっちでもいいです。2ルート2に直してからやってもいいですしあんまりルートの中身が大きくならないので、まあ、このまま配ってもいいかもしれない。ちょっとこのまま配りますね今回は。で全部がけです。 ををととににかかけけるプラスますでルート8をこれにかけるとス3ルート8かけるとプルート2のス3とこうなります。でここでルートの中身をチェックしていきましょうまずルート16は4の2乗なので4と変わります。 でルート8がさっきも言ったように2ルート2です 4×2 だからねでお気をつけいただきたいのがここでこれはマイナス6ルート2となります何を気をつけるかっていうとえー、ル5ルート2ですねこれにしないようにここ気をつけてくださいよくやりますまあ自分の生徒だけだったのかもしれないけどよくやるつまりえっ、ー、と今 こうなってるんですけど、これをね。こうなんですよ。ルート8が 2√2。なんででここ掛け算隠れてるからね。だからそう分かってれば3かける。2で 6√2 ってしたくなるんですけど、暗算でやると足しちゃうんだよね。ここの数字をでそれで 5√2 って結構ミスが出やすいので、まあ、気をつけてください。ちょっと待って。ね。複雑用意しなかった。 で、えー、っと後ろ書いていくとルート2マイナス3ですでまあルートがくっついてないこれを計算すると1でルート同士を計算するとマイナス5ルート2となってこれで終了ですねでは次が5番連立ちょっとや,ややこしい連立からいきましょうでこれはですねあのこの部分には 書いてないんですけど、問題に、x, y についての連立方程式と書いてあって。で、まあ、解が x イコール 2, y イコール3と書いてあります。なので、答えがこれって言ってるので、まずこいつを、元々の式に代入しちゃってください。答えっていうのはもちろん代入ができるので、x のところに、y のところに3ですね。そうすると、2a プラス 3b イコール1。そして、こっちちょっとやっ、 いいや A からいきたいね3入れるとマイナス6 a えプラス2 b イコール8とこうなります式が。であとはもう a と b 出せって言ってるのでこれの連立方程式を解けば終了これだけだからね <laughs> 申し訳ないでどうしようか上の式に3をかけましょうかそうするとここに書こうか。 上に3かけます 6a+9b=3 プラス、えー、イコール3でマイナス6 a プラス、えー、2 b イコール8と足し算すると a が消えますねそうすると 11b=11 イコール11なので、えー、b=1 イコール1となります。b が1でそれをまあ上か下の式に入れましょう上の方が簡単ですね。えっ、ー、と b のところに1を入れるとこ,こが3になります。 ちょっと暗算でいきますよ3を右辺に持っていくと1-3なのでス2つまり 2a イコールス2となるので a はス1このセットで終了となりますで、えー、5番って書いてあったけど6番ですね合ってるあ、?OKOK、OK OK、あっちゃうねえー、とで「四面体 abcd がありますと」とこれ四面体ねで辺を直線と見た時に 直線 AB。まあ主役はこいつです。まあ、直線って言ってからちょっと突き抜けようか。こいつとねじれの位置。まあ一番出てきますね。平行な線答えろも垂直な線も答えろも出てくることはあるんですけど圧倒的に大人気。ねじれくんです。で、ねじれはどこかって答えなんですけど、まず答えから書いちゃいましょう。えー、これ右上がいけるかな。 で、これはですね、直線と見ろと言ってるので、答えも直線で書きます。直線 CD ですね。ここです。これが答え、入ってない、ね、答えになります。さて、ここでねじれですね。ねじれの覚え方をぜひ、もしね、忘れた方がいたら覚えておきましょう。ねじれっていうのは、二つ、二つ除外してください。二つあるものを外せばいい。 1>, 1個は平行なもの平行と交わるものを除いた残りですつまり覚え方としては平行と交わるもの以外がねじれなんだって覚えてください。 今はですね、正てと四面体なので平行がないんですよね。まあ、一番出てきやすいのはまあ、この <laughs> ごめん、立方体とかそんなやつですね。例えば、えー、ここが主役になってます、今、ここが主役としたときに平行がありますね。例えば、ここです。これ、平行。ここも平行。この下も平行ですね。まず、平行を除きます。ねじれから対象外になる。 で、もう一個は交わるもの。一番簡単なのは、その主役。今ね、AB みたいな。主役と、もうくっついてるものです。くっついてるもの。つまり、あの、四面体で行くんだったら、AB でくっついてる。こいつくっついてるよね。この部分で。こいつもくっついてる。ここでね。で、BC もここでくっついてるし、BD もここでくっついてる。もう交わってたらアウトなんです。ねじれから外れます。 だから CD が残ってるの。交わってないし、平行でもないからね。っていうふうにやってください。で、一個だけ気をつけるのは、まあ一番出やすいのはこの形と、まああれも出てきますけど、えっ、ー、と、下が五えっ、ー、と、五角形以上ですね。今これ四角形じゃないですか。あれ三角形ね。下、底面がね。それがまあ五角形とかになった時、まあ六角形とかでもいいんだけど、ちょっと六角形にしようか。ちょっと上伸ばさないで五角ね。の時に、 じゃあこいつとえー、こいつが主役です。いいではほら今立体だと思って上にこう線伸びてんだけどちょっと上は考えないでいくわ。あいつとなった時にこれまだ正六角形だとしましょう。そうしたら正六角形だとここは平行なんですよ。だから結構それはまあ平行だしって外せるんですけどでここもさ交わってるからこいつも外せますよね。あ交わってるのダメだよねっつって。で問題がこいつなんですよ。 こいつとこいつ。交わってないよね。平行じゃないよねみたいな。ってなって、あーねじれっていきたくなる。えー、これバツです。こいつねじれじゃないです。こいつら。ちょっと、まあ、かっこいい言葉を使うんだったら、同一平面上にないなんて言い方をするんですが。もっとわかりやすく言うと、交わっちゃいけないですよね。で、条件がつくんです。何かっていうと。伸ばした時に交わってもいけないんです。 こいつらを伸ばします。伸ばします。交わりますよね。同じ面の上にいたら絶対に交わる。伸ばしたら。こいつも同じです。伸ばす。伸ばす。交わりますよね。これねじれから外れます。そんなに取材頻度、まあ、出てくることは多くはないんですけど、引、まあ、っ掛けとしては王道なので、ぜひ覚えておいてください。まあその前にね、ねじれっていうのは平行と交わるものを除いた残り。 その外したものねっていうのをぜひ覚えておきましょう。で、7番です。<laughs> これ見た時にちょっと笑いましたけどね。普通の確率なのに難しく見せるって、あ、こういう見せ方もあるんだって思いましたけど、結局やってることっていうのは、1、2、3、4の数字が書かれた4個の玉です。玉の確率です。で、袋の中から2個玉を1個ずつ順番に出すんだよ。順番に。1、2って出すんだけど、でその時に、 1>, 1個目の玉に書かれた数を A2 個目を B とした時これを満たすもの声が <laughs> 成り立つ確率を求めなさいとだからまず計算すればいいこれそう計算しますでまあ左側掛け算と割り算しかないので一気にまとめちゃいましょう長い分数でね最初の A の2乗は上です掛け算の後ろの B も上です割り算の後ろのこいつが下にきますちょっとバランスおかしいけどお許しください約分しましょう A1 個 消えます b 一個消えます残ったのが 2B イコール A イコール1ですちょっと消しちゃいますねこっちここですまあこれで考えてもいいしまあ B がゼロじゃないって分かってるので両辺 2B をかけて A イコール 2B とまあどっちでもいいです考えるのはつまりこれを満たす A と B のコンビを探そうっていう話 ただし確率なので全体で何分のが分からなきゃいけないからまず樹形図書く必要があるんだよね。で左が A1 個目が A だからね左側 A で右が B の区別があるのでまずじゃあ A が1だとします。でえー、と順番に出すと言っているから1の1はないんだね。だから234かこんな感じかなこっちが B です。 で同じように A が2の時に1343の時に124下は入るじゃないか A が4の時に123とこれは全部で樹形図数えると1234になって12ですねつまり12分のから始まります12分の全体がね じゃ、あとは、あいつを満たしてるもの。ま、あこれで考えてもどっちでもいいんですけど、つまり、A が2倍なんだよね。A が2の時、B が1ってなってれば1になるからさ。つまり、A が1になっちゃうと、こっち1になっちゃうと、絶対満たせないから、ここないんだわ。ないね。で、A が2の時に B が1になれば満たすから、ここが OK。ここがいける。A が3の時は、1入れても2入れても4入れても満たせないからダメだと。で、4の時は、4、2のコンビだね。 これを入れると成り立つ。あとはないですね。つまり2通り。だから12分の2となって忘れずに約分して6分の1。これで終了となります。で、ラストです。8番ですね。まあ、これはちょっと、まあ有名なんですよ。この出し方すごく有名なんですが、えっ、ー、と、まあこの表の中で、中央値とか出てくる表の中ではちょっと知っておかないと手が出なくなる子が出てきます。 で何かっていうと、1年生と2年生がいます。1年生7人。2年生8人です。で、ハンドボール投げをした記録があるんで、それの中央値が同じなんだって。1年生と2年生ね。で、1年生先に書いてあります。全員いるから。で、中央値を求めるときは、そこに書いてある表になっているものを小さい順に並べてください。今並べたのがこれです。元々の表をちょっとこのように出しておきます。左に画像でね。で、並べましたと。で、7人ですよね。7人。 でポイントは奇数人人数が奇数まあ人数が個数が奇数の時は中央値がピンって決まります1個この数字ってなぜなら反対からね数えていってはい1人2人3人真ん中ってなるからこいつです中央値はバシッと決まってくる。 ただし、今、これ2年生は7人分並べてあって、1人が X で分かりません。8人になった時点で、中央値は、この子とこの子の間になります。この子とこの子の間。で、例えばですよ。X がめちゃくちゃ大きい数。22より大きい数になった時は、あそこに来ますよね。じゃあ、サイドから数えていきます。まあ8人なんで、ちょっと書いとこうか。8人で、えー、偶数人の時。っていうのは、はい、1人、2人、3人、 4人になって、こいつの間です。つまり、この子の、えー、っと、なんか形変だぞ。<laughs> 平均です。この子の平均を取っていきます。で、平均の出し方っていうのは、この2人を足します。31。それを2で割るから、15.5になる。つまり、x が右に行ってたり、こっちに出てしまうと、ならないんですよね。じゃあ逆にね、x がめちゃくちゃちっちゃいとしましょう。 こうなります。時はどこになるかっていうと、はい、1人、2人、3人、4人になるから、こいつの間になります。足して27、割るにすると13.5です。なりませんよね。じゃあどうするかっていうと、この選ばれし2人、真ん中の2人ね、選ばれし2人に x が絡めばいいの。x が入ってくればいい。っていうか、このタイプの問題は絶対に入る。x が。それで計算させようとしてるからね。 じゃあどうするかっていうと、まあ、この辺ですよね、間に入るのは。例えば、じゃあ X がここに来ると、14と17の間に入ってくる。ってなった時には、行くよ。1人、2人、3人で4人になるから、14と X の間が15になればいいでしょ。やり方としては、2つの数を足して、2で割ったものが15になればいいの。 あこ解解きまます。解く、はい。両辺に書きましょう。そうすると 14+x=30 となって計算すると x=16 であら出ましたねとこれで終了ですでここでもしかしたら気になる方がいるかもしれませんと何かっていうとえここに x くるかもしんないじゃんっていう話ですつまりここに1314みたいなこうなってる。 ななぜらここに x が入ってくるとですねちょっと数えていきましょうかちょっとこの x は無視してくださいね1人2人3人4人になるので x と14これが選ばれし2人になりますしかしあまあ計算した方が早いかなはい2分の x プラス14えー、っとこれが30じゃねえや15ですねこうなりますでなった時に えっと、これはいいんか。x プラス、ん ?14。あ、いいんだね。ごめん。何でもないわ。<laughs> ごめん。あの、余計な説明だったわ。これはいらないんだね。これで計算しても16になるんだったわ。失礼しました。絡んでくるからね。関係ないんだった。申し訳ない。なので、ちょっと最後ごちゃごちゃしちゃいましたけど、出し方としては、その偶数人の時に x が絡んできます。入ってくるので、それをまずいって、その選ばれし2人。 数えててね。どっちから数えてても同じだったわ。選ばれし2人が。この14と X が選ばれし2人になるので、X が絡んだ場合は。なので、その2人の平均が、えー、出して15になればいいと。この出し方でぜひ解いてみてください。では、今回はね、この8問やらせていただきました。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。